大学ご飯ミッション編。ミッションをもとにスタジオ出演者が食べたことがない絶品グルメを探し出す。今回は埼玉県東松山市にやってきました。ここで美味しいグルメを見つけます。頑張れ。とにかく珍しい絶品グルメを探せ。ここに来ないと食べられないものとかレアなものに出会えるから楽しみっす。ワクワクする。早速東松山駅前で聞き込み相手を探していると、これもう名物ですかね、東松山焼き鳥。なんかあんのかな。ちょっとほらあそこにも東松山名物焼き鳥って書いてありますよ。名物なんすね、焼き鳥。このミッションに当てはまるかどうかってところですもんね。すると道行く女性が、焼き鳥が美味しいです。焼き鳥出ましたね。辛味噌。辛味噌で食べる。どでかく看板出てますし、辛味噌をつけて食べる焼き鳥、もうこれ珍しいですよね。ということで東松山名物焼き鳥が食べられる響き庵さんへ。東松山の焼き鳥ってどういったものなんですか。豚の頭のお肉を使ってます。こめかみから頬のお肉で、焼き鳥なのに豚でこめかみから頬のお肉を使ってるものが名物。はい、焼き鳥が来ました。ネギあるんですね。ネギまみたいな感じなんですね。頭の焼き鳥、この辛味噌をつけて食べるんですね。味噌の甘い匂いと、そしてニンニクの匂いかなりして、これはうまいっすよ。いただきます。うん、まっ。歯ごたえがいいし、噛めば噛むほど旨味あふれる。この辛味がさらにこう旨味をパワーアップさせてくれる。めっちゃいいアクセントになってます。東松山の焼き鳥、珍しい、そしてめちゃくちゃうまい、最高ですよ。今回の東松山の焼き鳥、スタジオのゆうじさん、食べたことありますか。これはびっくりですよ。